日本書紀、日本書紀、日本書紀は、奈良時代に成立した、日本の歴史書。日本に伝存する最古の聖史で、六国史の第一にあたる。トネリシンノーらの線で、養老四年、720年に完成した。神代から、児統天皇の時代までを扱う。漢文、変年体にて記述されている。全30巻。経図一巻が付属したが失われた。 古事記と異なり、日本書記には、その成立の経緯の記載が一切ない。しかし、後に成立した、俗日本記の記述により成立の経緯を知ることができる。俗日本記の養老四年五月記友情には、とある。その意味はということである。ここに、日本書記ではなく、日本記とあることについては署名を参照。また、そもそもの編集開始の出発点は、天武天皇が、 川島王子以下十二人に対して、定期と上古の所持の返纂を命じたことにあるとされる。木の富の変、一子の変、おっしの変で、中野大江の王子、天智天皇は、蘇我イルカを暗殺する。これに憤慨した蘇我絵図は大邸宅に火をかけ自害した。この時に、朝廷の歴史書を保管していた書庫までもが炎上する。天皇記など数多くの歴史書はこの時に失われ、 国旗は、難を逃れ、中野大江の王子、天智天皇に献上されたとあるが、共に現存しない。献上されたことが事実であったとしても、天智天皇は、白月の絵の戦いに手とうと、白木連合に敗北しており、危機変還の余裕はなかったと推測される。すでに初夏の定期及び、本寺、旧寺には、虚実が加えられ始めていた。そのために、天皇旗や焼けてかけてしまった、 国旗に代わる古事記や日本書記の編纂が天智天皇の弟である天武天皇の命により行われる。まずは二十八歳の冷えたあれの記憶と定期及び本字、旧字など数多くの文献をもとに古事記が編纂された。その後に焼けてかけた歴史書や朝廷の書庫以外に存在した歴史書や伝文をもとにさらに日本書記が編纂された。なお 近年になって、笹川直樹が、児藤天皇の実定である立て子に関する記事に、関する矛盾から、日本書紀の編纂開始は、児藤天皇の法御語であり、天武天皇が、河島美子に命じて編纂された資料は、日本書紀の原資料の一つであったとする説を出している。なお、俗日本紀、和道2年、714年2月母実上に記された、巫女によって、 ききよ人と三宅藤丸が、国史の線に加わったとする記事が存在しているが、俗日本記文中に登場する、もう一つの、国史登場記事である延暦九年、790年7月かの富城に、記された、国史が、日本書記を指し、かつ、俗日本記前半部分の編纂の中心人物あった、菅野真道本人に関する内容であることから、菅野真道が、国史イコール、 日本書紀という認識で、俗日本紀を編纂していたと捉え、紀、三宅の両名が、トネリ神皇の下で、日本書紀の編纂に化したことを示す記事であると、考えられている。元の名称が、日本紀だったとする説と、はじめから、日本書紀だったとする説がある。なお、平安時代初期には、俗日本紀と対比させる意味で、前日本儀と称している事例もある、日本語紀、 延暦16年2月期の富城書院同日付介賞。なお、一部には日本記と日本書記を全く別の書と考える研究者もいる。万葉集には双方の署名が併用されているのがその根拠である。日本書記の資料は記事内容の転居となった資料と集字の転居となった関積類に分けられ、さらに資料には 以下のようなものが含まれると考えられている。日本書紀によれば、水古天皇28年に、聖徳太子や蘇我馬子に編纂されたとされる、天皇期、国期の方が、より古い史書であるが、皇玉天皇4年の木の富の変、一史の変、おしの変で共に消失した。日本書紀は、本文に添えられた中の形で、多くの遺伝、遺説を書き留めている。 一書に曰くの記述は、遺伝、遺説を記した現存しない書が、日本書紀の算に利用されたことを示すと言われている。また、日本書紀では既存の書物から記事を引用する場合、一書曰く、一書、うん、一本うん、別本うん、九本、うん、ある本うんなどと署名を明らかにしないことが多い。ただし、一部には、次に掲げるように、 署名を明らかにした上で記述された文章が書かれているが、写本を作成する前に紛失されてしまったためいずれの書も現存しない。日本書紀の編纂は、当時の天皇によって作成を命じられた国家の大事業であり、皇室や各種族の歴史上での位置づけを行うという極めて政治的な色彩の濃厚なものである。編集方針の決定や原資料の選択は、 政治的に有力者が主導したものと推測されている。日本書紀の文体、用語など、文章上の様々な特徴を分類した研究、調査の結果によると、全30巻のうち、巻、第一巻、第二の神代記と、巻、第二十八、二十九、三十の天武、時童記の実力的な文を除いた後の二十五巻は、大別して二つに分けられるとされる。 その1は、牧、第3の神竹範から、牧、第13の陰行、暗行を治むまでであり、その2は、牧、第14の有略期から、牧、第21の陽明、須春ュン期手である。残る牧、第22、23の水庫、除名期は、その1に、牧、第24の工業期から、牧、第27の天示を治むまでは、その2に、 付加されるとされている。末第十三と、末第十四の間、つまり、有力期の前後に古代史の活期があったと、推測されている。日本書期は循環文体であると思われてきたが、森博道の研究では、語彙や語法に、大和州、和州、和州が多く見られ、加えて使用されている、万葉が何を言って、中国語に見られるような声音と濁音を区別、 市内などの音韻上の特徴を有する箇所があること、日本の常識的収束の知識を書く注釈部分など、様々な点から、アルファー群、巻、第14から21、巻、第24から27と、ベータ群、巻、第1から13、巻、第22から23、巻、第28から29に分かれるとし、山と州の見られない、正確漢文のアルファー群を、 中国人、トライトウ人であり、大学の音博士であった、俗首と、札降格が、大和州の見られる和歌漢文である、ベータ軍を、日本人、白木に留学した学僧山田氏ご方が書いたものと、推定している。また、アルファ軍にも一部に、大和州が見られるが、これは原資料から直接文章を、引きした、もしくは、日本人が後から、追加。 修正を行ったと推定されている。特に巻、第24、巻、第25はアルファー軍に分類されるにもかかわらず、木の富の変、大化の改新に関する部分には、大和州が品質してを、蘇我氏を逆新として、終滅を図ったクーデターに関しては、元明天皇、天智天皇の子、藤原夫比と藤原鎌足の子の意向で大幅に、 過筆された可能性を指摘する学者もいる。日本書紀は、金明十三年十月、五百五十二年に、九太羅の生命王、釈迦仏像と経論を献ずるとしている。しかし、上宮、聖徳法皇帝説や、願号寺縁儀は、金明天皇の土の絵馬年十月十二日、同年が金明天皇地下にないため、戦火天皇三年、五百三十八年と、 推定されているに仏教公伝されることを伝えており、こちらが通説になっている。このように日本初期には改変したと推測される箇所があることが、マヤ研究者の間では常識となっている。古い時代の天皇の寿命外上に長いことから日本初期の年次は古くから疑問視されてきた。明治時代に中道夫が神武天皇の即位を紀元前百六十年に 当たる親友、かのととり、親友の年を起点として、記念を立てているのは、中国の死に、怨霊古行説に基づく予言、占いに基づくという説を提唱した。三好清之による、革命関門で引用された、駅抜きでの提言の中、天と不縁十五時半六項ため一元四千六百二十六項相上七元、有造編三七相乗上十一元ため一、 しとみあい1320年から一元60年、21元1260年を、ひとしとみとし、その初めのかのととりの年に、王朝交代という革命が起こるとする、いわゆる、抜きかきでの親友革命の思想によるという。この思想で考えると、いかるがの地に遠いた、水古天皇9年、601年のかのととりの年より21元。 遡ったかのととの年を第一瞳の初めの年とし、日本の起源を第一の革命と想定して、人務の即位をこの年に当てたとされる。この中による記念論は定説となっている。日本初期の記念がどのように構成されているか明らかにしようとする試みが記念論で様々な説がある。小川清彦の歴学研究によれば、 日本書記は完全な変年大使書で、神代記を除いたすべての記事は、絵とによる記念で記載されている。記事のある月は、その月の1日の絵とを書き、それに基づいて、その記事が月の何日に当たるかを計算できる。小川清彦は、中国の原価歴と技法歴の二つが用いられている、ことを明らかにした。神武即位前期の降印年11月日の犬。 一日から人徳87年10月、紀日一日までが、技法歴、暗行期3年8月更新一日から、天時期6年売る11月定外一日までが、原価歴と一致するという点が根拠である。元火略が古く、技法歴が新しいにもかかわらず、日本初期は、新しい技法歴を古い時代に、古い原価歴を、新しい時代に採用している。これは、 二組で戦術したためと推測され、また、日本初期における日付が、後代の鉄像であることの証拠である。王人記には、三国式と対応する記述があり、漢史二順、120年繰り下げると、三国式と年次が一致する。したがって、このあたりで年次は120年古くに設定されているとされる。しかし、これも、三国式の原型となった朝鮮史書参考に、 下記事だけに該当するもので、前後の日本伝承による記事には必ずしも適用されないし、その前の神宮記で引用される、義士の年次との整合性もない。一方、古事記は年次を持たないが文中の形で一部の天皇について、法御年間史が記されている。日本初期の天皇法御年間誌と、古い時代は一致しないが、は一致する本文の後に、 中の形で一書に違惑として多くの遺伝を書き留めている箇所が多く見られる。中国では、真の時代まで本文中に遺説を併記した歴史書はなく、当時としては東アジアにおいて画期的な歴史書だったと言える。あるいは、それゆえに現存するものは作成年代が古事記などよりもずっと新しいものであるという論拠ともなっている。ただし、 尺日本記の解題部分には、一書一説の引用を、廃章史三国史中の例なりと記されており、進むの陳述が表した、三国史に対してそう、南朝の廃章史が、一説などを含めた注釈をつけた形式のものが日本に伝来され、日本書期のモデルになった可能性はある。なお、日本初期近明天皇2年3月上には、文中において、皇妃、御子について、 本文と異なる遺伝を記した後、帝王本義について、古字が多くてわかりにくいために、様々な遺伝が存在するのどれが正しいのか、判別し難い場合には一つを選んで記し、それ以外の遺伝についても記せと命じられたことを記している。この記述が、どの程度事実を反映しているのかは不明であるが、正しいと判断した伝承を一つだけ選ぶのではなく、 本文と異なる遺伝も併記するという編纂方針が現在見られる。日本書紀全般の状況とよく合っていることはしばしば注目されている。日本書紀には、訓読や署名を挙げての文献引用など、本文とは別に、文中、文中と呼ばれる割中記事が見られる。かつては、文中は、後世の創作とする説も存在したが、今日では、 日本初期成立当初から存在していたと考えられている。また、前日の一書に曰くも、平安期の写本の段階の中には、文中と同じ定裁で書かれており、原本では、文中の一部であった可能性がある。成立当初からの文中の存在は、日本初期独自の形式であるが、前日の三国史の敗称史による中のように、中国の歴史書において、後世の人物が、 本文中をつけてさらに後々に伝えられる例は存在しており、日本初期の変者がこうした中のついた中国の歴史書の影響を受けた可能性がある。俗日本記にある日本初期の完成記事には、紀三十巻系図一巻とあり、成立時の日本初期には現在伝えられている三十巻の他に、経図一巻が存在したと考えられている。日本初期の 紀三十巻が現在までほぼ完全に伝わっているのに対して経図は全く伝わっていない。公認式にはこの経図について図書量にも民間にも見えないとしてすでに失われたかのような記述があるが、鎌倉時代に存在する書物を集めた記録では、舎ネリ新能線定を経図一館とあり、この頃までは存在したとも考えられる。新先生史録には、 日本記号という記述が散見されるが、現存の日本書紀に該当する記述が存在しない。これは失われた形図部分と称号したものであると考えられている。この形図一貫の内容については様々に推測されている。例えば、日本書紀では書出の人物の系譜を記すのが通例なのに、系譜の記されない人物が若干存在するが、 これらについては、経図に記載があるために省略されたと考えられている。また、聞き共に、現存の本文には見えない、王神天皇から、慶太天皇に至る刑府についてもこの失われた、経図一貫は書かれいた可能性を指摘する説がある。日本書紀には、各天皇の即位の年の末日に、この年大祭、大年としてその年の絵とを記した記事があり、大祭、 大都市記事と呼ばれている。日本書記が参考にした中国の司書にも俗日本記などのこれ以後の日本の司書にもこのような記事はなくこの記事の意義及び目的は不明である。ほとんどの天皇については即位元年の末日にこの大都市記事があるが以下のようにいくつか例外が存在する。このような例外が存在する理由については諸説があり中には 高等府が書き換えられた痕跡ではないかとする見解もあるが広い賛同を得ていない。天皇の名には天皇在世中の名である意味なと没後に建て祀られる送りなとがある。現在普通に使用されるのは俗に本気に記述される奈良時代天平法治六年、762年同八年、764年。 大江の御船による、神武天皇から、自と天皇までの四十一代、及び、元明天皇、元祥天皇へ一括先進された、漢風志号であるが、日本初期の本来の原文には、当然漢風志号はなく、天皇の名は意味な、または、和風志号で表されている。十五代王神天皇から二十六代、慶太天皇までの名は、大ね意味な、つまり、 在世中の名であると考えられている。その特徴は、ホムタ初セなどの地名、ササギなどの動物名、白カミツハなどの人体に関する語、若竹などの素朴な章、脇スクネなどの古い損傷などを要素として、単純な組み合わせからなっている。日本書紀は、火曜部分を除き、原則として、純粋漢文で記されているため、そのままでは、 日本人にとっては、至極読みづらいものであった。そこで、完成の翌年である、養老五年、721年には早くも、日本書紀を自然な日本語で読むべく、九十にて時の博士が貴族たちの前で講義するという、機会が公的にも受けられた。これを初期講演という、開校から就講までに数年を要する、長期講座であり、上平年間に行われた講演などは、 天行の動乱のために一時中断したとはいえ、就校までに実に七年を要している。代々の公演の記録は長講者の手によって、開催された年次を関する式、年次式の形でまとめられるとともに、日本初期の古写本の訓展、初期古訓都市、取り入れられた。以下に、過去の初期公演、年次は開校の時期の概要を示す。なお、初期古写本には単に、 式説という形で引用されているものも多い。これらは、上記念字式のいずれかに由来すると思われるが、特定はできない。その他にも、初期古写本に見られる声点付きの暴君は何らかの由緒ある説に基づくと見られるから、上記式の末裔である、可能性がある。ちなみに、現在聖書の形で存在する、日本記式には、上述した、後本、長本の他に、 両巻と見られるおつ本、人代記に相当と平凡、人代記に相当の2種類が存在する。しかし、こちらは、ある未知の初期古写本から防空のみを抜き出し、敵にカタカナを万葉仮名に書き換えてそれらしく、装ったもの、時期は陰性か枕木かと推定されており、いわゆる年次式の直接の末裔ではない。元のから、修の際に共演が行われ、 日本書紀にちなむ和歌が読まれた。課題は、神、王、英雄、貴族などであった。岩行、演技、城平の公演の共演和歌が、日本儀共演和歌、943年、天行六年成立に編纂された。日本書紀は、史料批判上の見地から信憑性に、疑問符がつく記述をいくつか含んでいる、以下はその例を示す。日本に記載されている日付は、 広大の鉄像であることを小川清彦が示した日本初期日付の鉄像小川清彦天文学者日本初期の日付の鉄像1967年12月に藤原家の北面外堀から発見された己糸氏10月上国や和ひょう松里己糸氏は西暦699年と書かれた木簡により 日本初期の大化の改新の御事のりの文書が奈良時代に書き換えられたものであることが判明している。中国の史書、新序安定には266年、清新、大使2年に和国の関係記事があり、その後は5世紀の初めの413年、東新、岐阜9年に和国が貢ぎ物を剣じたと記載がある。しかし、この間は中国の史書に記述がなく、 考古学的文字記録はないことから、謎の四世紀と呼ばれている、四世紀後半以前の皇室の成立過程については、山東県の項を参照。和王部の上標文や墨田八幡神社共鳴、千葉県稲荷台一号古墳出土の鉄剣名文、埼玉県東海山古墳出土の鉄剣名文などから、五世紀代には文字が日本で使用されていると考えられている。しかし、 当時、朝廷内で、常時文字による記録が取られていたかどうかは不明である。また、随所末期十一、列伝、第四十六等位には次のようにある。東海山古墳から出土した、金作名鉄拳の発見により、5世紀中頃の有略天皇の実在を認めた上で、その前後、特に仁徳天皇以降の国内伝承に、一定の真実性を認めようとする意見も存在する。 発見された、金作名鉄拳の名文からは、5世紀中頃の、地方豪族が8世代にもわたる系図を作成していた、ことがわかる。その名文には、伊布比、おホヒコから、カイ、新、ン、明の新にいた八8人の系図が記されており、伊布比、おホヒコを、キ,キの、第8代高原天皇の第一王子、大オ子命、イ4、道将軍の一人と否定する説がある。また、 川口勝康は、海、おわけについて、伊夫妃、おほひこの孫、テイカリー、テヨカリワケとし、豊か間別名は、部、定かは別の子と否定しているが、鉄拳名文においては、テイカリー、テヨカリワケは、高利足二の子であるとする。聖徳太使による国史の成立以前にも、各種系図は存在した。これらを基礎にして、慶大天皇の系図を記した、上宮記や古事記、 日本書紀が作られたとする説もある。仮に、水古町の600年頃に、上宮期が成立したとするなら、慶太天皇、お歩道が崩御した、慶太天皇25年、531年は、当時から70年前である。なお、危機編さの基本資料となった、定期、九時は7世紀頃の成立と考えられている。日本書紀には、水古天皇28年、 620年に、是皇太子、島大臣ともぎの六天のお及び、国期新連とものみ厚国のみ厚子180部、並び公民党本期、皇太子は、馬屋当時、聖徳太子、島大臣は、蘇我馬子という記録がある。当時の山王権に、司書編纂に資する正確かつ十分な文字記録があったと推定し得る根拠は乏しく、その編纂が事実あったとしても、 交渉伝承に多く頼らざるを得なかったと推定されている。なお、日本書紀によれば、この時、聖徳大子らが作った歴史書、国記、天皇記は、蘇我江蔵、イルカが滅ぼされた時に大部分消失したが、焼け残ったものは、天智天皇に献上されたという記述がある。現代では、携帯天皇以前の記述、特に、変年は、 正確さを保証できないと考えられている。それは、例えば、慶大天皇の没年が危機で三説が挙げられるなどの記述の複層性、また、初期編者が、くだら本期、くだら三書の一つに基づき、五百三十一年説を本文に採用したことからも推察できる。くだら三書とは、くだら本期、くだら期、くだら新鮮の三書を言い、 日本書紀に署名が確認されるが、現在には伝わっていない一書である、三国式の九だら本議とは異なる。九だら三書は、六世紀後半の伊徳王の時代に、俗国としての対話国政策の必要からは王に提出するために、九だらで編纂されたと見られ、日本書紀の編者が参照したと見られてきた。それゆえ、九だら三書と日本書紀の記事の対象により、 古代日朝関係の実像が客観的に復元できると信じられていた。三書の中で最も記録性に富むのはくだら本記で、それに基づいた、慶大義、金秋則の,の記述には、日本の天皇が朝鮮半島に広大な領土をあっていたとしなければ、意味不通になる文章が非常に多く、また、未まな日本府に関する記述、くだら本記に曰く、 アラをもって、父とし、日本府をもって、本とスもその中に現れている。また、神宮記、王神記の注釈に引用された、くだらきには、白ら貴帰国に立てまつらず、帰国、幸飛行、剣して歌しむなど、日本、和国を、帰国と呼称する記述がある。山尾幸久は、これまでの日本史学ではこの、帰国をに認証的証拠、あなたのお国と解釈してきたが、 日本初期本文では、第三者相互の会話でも、日本のことを、帰国と呼んでいるため、帰国とは、かかしこ、かしこき天皇、ひじりの王が君臨する、高か、とうとき国、神の国という意味で、原神が統治する、神国という意識は、くだら三書の原文にもある、日本、天皇法の出現と同期しており、それは、天武の時代で、この神国意識は、六世紀後半は、もちろん、 水古町にも存在しなかったとしている。現在では、九だら三書の記事の原型は、九だら王朝の史跡に遡ると推定され、七世紀末マイナス八世紀初めに、滅亡後に移住した九だらの王族貴族が、持ってきた本国の史書から再編纂して、天皇の官府に進めと考えられている。山尾幸久は、日本初期の編纂者はこれを大幅に改変したとして、 律令国家体制成立過程での編纂という、時代の性質、編纂主体が置かれていた天皇の進化という立場の、性質、性的な地位の保全への期待などなどの文脈を無視して、くだら三書との対応を考えることはできないとしている。このように、日本書紀とくだらきとの対応については、諸説ある。現存する最古のものは、平安局初期のもの。 田中本館第10並びにその両巻に相当する巻、第1の段巻。写本は古本系統と裏部系統の本に分類される。この他に異世系を分けて考える説もある。人代館、巻、第1、巻、第2の一書が少書創業になっているものが古本系統であり、大書一段下げになっているものが裏部系統である。原本では、 古本系統書本と同じく少書創業であったと考えられている。以下に国宝や重要文化財に指定されているものをいくつか挙げる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。